魚、レッツゴーアドベンチャー。はい、皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました。皆さん見てください、これ。まあいろんなね、ルアーが入っているこのケースね。まあいろいろこう入ってるんですけど、やっぱね、最近ちょっとね、まあルアーを買う頻度もまあ増えてきたりとかで、ルアーのケースまで増えていってしまうんですよね。で、釣りに出かけるときも一つのね、ケースじゃね、やっぱ物足りなくて、まあ一種類、二種類、三種類とかね、四種類、しかも五種類、六種類とかね、もうすごいね、たくさんルアーをね、持っていってしまってるんですよ。で、結局ルアーをたくさん持っていった方が、まあその時のね、状況に応じて、まあルアーを使い分けてね、そのヒットパターンを探ったりとかして、釣果につなげていくってことはね、できるとは思うんですけど、魚ってそんな簡単にね、バンバン釣れるわけじゃないんですよ。で、そんな時にやっぱり重いルアーをね、持って運んで、特にね、ランガンやられる方、腰とか肩とかにね、重たいバッグを背負って、それ持ったまんまね、こう釣りをしてってなると、やっぱ結構しんどいんですよね。で、まあちょっといろいろ考えた結果、なるべく持っていくルアーの数を減らす。そうするとストレスなく、まあ、釣りができるっていうので、今後はケースを、まあ、大体ね、2つぐらいまで、2つに絞って、その中に必要なルアーだけを入れて、調光する。っていうのをね、していこうかと思ってるんですけど、まあ、今日は、まあ、今まで使ったこういうね、ルアーケース、この中にはたくさん入ってます。ルアーがもうすでに入ってるんで、新たにね、2つ、ちょっと気になった商品があったんで、ケースを購入してみました。それがこちらです。今のルアーケース、こちらね、ちょっと2種類買ってみました。で、1種類目、こちらは12枚仕切りの板がついてるタイプ、こちらは4枚仕切り板がついてるタイプですね。仕切り板、仕切り板って読むんですかね。これが4枚タイプと12枚タイプ。ちなみにこれ2022年の3月発売です。なのでまだ今年出たばっかりのものです。で、今まで多分ね、シマノからこういうルアーケースってね、こういうここまでの大きいルアーケースって多分ね、初めてなんじゃないですかね。ちょっとわかんないですけど、なんか今まであんまりシマノのね、こうルアーケースって見たことなかったんで、そう。で、ダイバーとかはね、こんな感じで、ダイバーはね、結構、たくさん種類は豊富なんですけど、シマノはなかったような気がするんですよね。やっぱシマノってこのロゴかっこいいじゃないですか。ねえ。だからちょっとね、もう買っちゃいました。で、概要欄に商品のリンクは貼っておきますんで、まあ皆さんそこからね、お値段とか、そういうのちょっとね、調べてみてください。ではちょっと中を開けていきます。ドン。まあ、こんな感じで、仕切りが4枚、ね、入ってます。仕切り板が4枚。で、こういう風にこう、ね、単純にこう、はめていって、で、ルアーをこう、分けて入れることができるという。で、これはね、別に他のメーカーからも、こういうの、同じようなものってね、出ています。で、次。こちらですね。12枚仕切り板がついてるタイプ。は、どんな感じかというと、こんな感じ。はい。縦方向でしたよね。それが横方向。横方向に仕切られるような感じ。だから、これね、どっちもね、使いやすい。けど、僕の場合は、どちらかといったら、こちらの方がね、今後対応していくのかなと思います。はい。ちょっと今ね、こういう感じで適当にね、入れてみました。ね、結構ね、これ12枚ね、板を使うと、結構いろいろね、小分けできると思います。なので、まあ多分ここまで細かくする方はね、まあルアーやってる人だと少ないと思うんで、多分、まあこう、間引いていって、うん。で、ルアーの大きさに合わせて、これをね、仕切りの板をこう、入れていくんだと思うんですけど、僕はやっぱりね、そう、こっちよりも、やっぱこっちなんですよね。だから持ってるルアーケースも、ほとんどこっちのタイプ。こっちのタイプってめちゃくちゃ少ない。僕が持ってるのはね、ほとんどこちらです。で、正直ね、このルアーケースね、
まあこの仕切りがあるのってね、別にこれ普通なんですよ。普通、昔からねルアーケースでありました。ただちょっとねいいなと思ったところが一つだけあって、これね、こんな感じで両方開くんですよ。こうほらパカッとね、蓋がね外せちゃう。つまりこっちからも開くし、こっちからも開く、どっちからでも開封可能、こっちからでも開封できる。これ両方パカッとしてこの状態でこう置いておける。またはこうしてね、こうしてポンとね置いておける。例えばボートで釣りをする人はこの状態でポンとクーラーボックスの上とかに置いておく。そうするともう開いた状態でルアーをすぐチェンジできるんで、すごいね楽ちん。ただこれが片方だけ開いた状態どうなるか、2倍のね面積になってしまうんですよ。つまりこの部分邪魔、このまま置いておけない。置いておくとここが邪魔になるんで、例えばねどっかにこう当たってしまったりとか踏んじゃって割れちゃったりするんで、やっぱり開きっぱにするときはこんな感じ、外してこの上に乗せる。これがね一番いい。でこれ分かれるんで洗うとき楽です。楽ちん。蓋が汚れましたって言ったら蓋だけね外して洗います。こっちだけ汚れましたって言ったらルアー全部ワン出して洗います。終わり。でもこっちだと開けます、洗います。洗うのもこうね、ここ折ってこう洗う。でもこっちが邪魔、こっち洗う邪魔。もう面積が大きいからね、洗面台で洗うって言っても大きな洗面台だったらいいんですけど、こう洗ってる時にねこっちがねはみ出てて、洗面台よりはみ出てて、こっちからねこうバーってこう水が出ちゃったりとか、舌を濡らしちゃう。だからやっぱりこっち、これが最強。外す、こっちだけ洗う、こっちも洗うとか、最強なんですよ本当に。しかもねこれね全然安いですからね、高いもんじゃないんで、ちょっと皆さん、ね、ぜひね一度ねこれ購入ね、ぜひちょっとおすすめしたいと思います。じゃあちょっとねこのシールを剥がします。剥がしやすいかどうか、ここもね結構ね重要なんですよ。おお、綺麗に剥がれた。めっちゃ綺麗、すごい綺麗に剥がれました。これ高ポイントですよ。で次こっちもね、これも綺麗に剥がれるかな。普通に剥がすだけ、めっちゃ綺麗。さすが、こういうところがねやっぱり島さん違いますわ。安いところのねルアー買うと糊がねついちゃったりとかねするんですよ。でそれをこうね手で取ったりとか、シンナーとかねそういうのをこう取ったりとかして結構大変なんですけど、一発で綺麗にシール剥がせました。でちょっとシール剥がしたんで、ここにね僕の好きなねステッカーを貼っていきたいと思います。まあ、もちろんこのままねシンプルに使うのもねいいとは思うんですけど、やっぱり何かね貼りたいじゃないですか。ちょっとねなんか貼っていきます。一つ目はこのねステラっていうね、このちょっと作ってもらったんですけど、このステッカーをね貼りたいと思います。おー、めちゃめちゃいいステラで、もう一つはこちら、これもね作ってもらったんですけど、ワールドシャウラのねステッカーです。これもね貼っていきましょう。よいしょ、わーお、いい感じです。今ちょっとこのステッカー気づいたんですけど、これね、このセロハンテープみたいな、これこのやつを外すと文字だけ剥がれなくなると、
文字だけしっかりとくっつくという、なんかねそういう仕組みみたい。なんかねすぐね取れちゃいそうな気もしますけどね、使ってると取れちゃいそうな気もしますけど、まあ、取れたら取れたでねまた貼り直せばいいんで、どうですかこんな感じ。うわめっちゃかっこよくないですか。めちゃくちゃいい。でどっちもいいんですけど、僕はやっぱりこっちが好き。ワールドシャウラのねこのサソリのマークが入ったこっち、多分こっちの方がね使う頻度は絶対多いと思います。あれうん、全く同じ。このコアマンのこのルアーケース、これちょっと前に買ったんですけど、全く同じ。